久保さん、FX 攻めていきましょうか。はい、今回ですね、えー、FX 勝利のルールにしましょうか。丸パクリですね。FX 勝利のルール <laughs>。これね、多分相当古い本なんですけど、えー、2006年出版されてますので、えー、16年前の本ですね。久保さん、16年前の本。はい、こちらにですね、ユーロドル1本,1本に的を絞る。 点集中ですねもうここ僕ねここしか折り線してないですよね。これ。折り線。ユーロドル1本に絞る <laughs>。まずは多分ね、いろんな通貨あるんですけど、多分ね、僕思うんですけど、本当に1本に絞った方が絶対見やすいと思うんですよね。久保さん時にはどうですかね。もちろん、いっぱい見れば見るほどチャンスはあるでしょうけれども、最初,初、ね、今から始める。 FX 初心者であるならまず1点極めろっていうね、ユーロドルの神になれみたいなね、別にね、5ドルでもなんかなんちゃらなんちゃらでもなんでもいいんですけど、なんか1点絞ってその通貨の動きをしっかりと毎回毎回、もだそのぶっちゃけその通貨のね、1点張りして、で1000日ぐらいその相場分析したら、大体流れ見えるでしょ、大体。 あとはバックテストというかねそ、その前のチャートも見て、その前の過去の10年分、まあ10年分は長すぎるんで、まあ5年分でもいいんですけど、まあそれも見つつ、今のチャートを見れば、大体法則見えてくるでしょ、動きが。そうは思いません <laughs> みんな金儲けたいから、なんかチャンスあるかなみたいなね。いろんな通貨に手を出すと思うんですけど。僕はね、もうここの,この本はね、この一点でいいと思いますけどね <laughs>。そう。 まあ本売ってます。これ100円ですね。これ100円で10億稼いだみたいなね <laughs>。どうすか久保さん。これちょっと次のタイトルにしようかな。100円で10億稼ぎましたみたいな。100円の、100円投資で10億稼ごうと思いますみたいな <laughs>。よくないですか ?100 円が5億円になったとかね <laughs>。なんか本でもいっぱいありますけどね。そう。なんか今一番売れてる、アマゾンで売れてる本が、なんだっけな。FX の 紙速だっかな多分ね、レビューもめっちゃあるんですよ。ガチ速だ。これがえー、っと30万を3年で4億っていうフレーズなんですけど、ガチ足。100円を5億円にしたっていう、これ、久保さん売れそうじゃないですか。100円を5億円にしましたみたいなね <laughs>。これめっちゃパンチありません ?100 円を3年で5億にしたっていうね <laughs>。100円で <laughs>。108円、ブックオフで <laughs>。 で、物語としては、いや、FX を僕あの、16年前の100円の本読んで、あの、5億円稼ぎました、みたいな。な <laughs> みんな青ざめますよね。みんななんか最新のね、最新の手法ね、なんか高額で買って、僕16年前の100円で買ってね。ぶっちゃけもう、16年前でも20年前も30年前も、人間の心理なんか大した変わってないので、変わってます。江戸時代から変わってないですよ。人間の心理。欲望。<laughs> 変わってない変わってない。だから、 FX はぶっちゃけどの本でも僕はいいと思ってます。だって人間の心理変わらないんだから。うん。変わってるものがあるとするならば、インターネットってインフラが出,る出たとかね、最近だったら、なんだ、あの、大きいところが、あの、AI のロボット使ってるとかね。 今あのでかいところはファ,ンドマネファンドやってるところとかも AI に切り替えてるところもたくさん出てきたりとか、まあ、最近だとアプリとかね AI で運用しますよみたいなのも出てきたりとかしてますけど、まあ、でもそれぐらいじゃないですか、うん、でもはっきり言いますけど大多数が今もなお人力で動いてるので <laughs> そう、まあ、これがね全部ロボットになったら分かんないですけどね、まあ、それはないでしょうねうーん まあそんな感じで、まあ、あの、大衆心理は僕は変わらないと思ってます。やってないけどね、偉そうに言ってますけど、FX 全くやってないですけど、でも実際事実で、大衆心理っていうのは絶対変わらないです。経済指標が動いたときに心理はどう動いて、この相場間のときに心理はどう動いて、じゃあどう動くのかっていう。だから、目の前にあるチャートのその向こう側にどういう動きがあるのかっていうのをしっかりそこでまあ見ていけば、 見えないものが見えるようになるんじゃないかなと僕は思ってますし、うん、だって相場を動かしてるのは人です大半が負けてる人も人です <laughs> でしょ、うん、そうだから僕がその FX に興味持った理由がその昔そのファンドマネージャー中村さんじゃないんですけど まあ僕とタメの人で、ファンドマネージャーの人の商品売ったりとかしてたんですけど、その人が言ってたのが、FX めっちゃ面白いっていうのを言っててそ、それがなんでかっていうと、世界の人の動きが、チャートの向こう側に世界の人の動きがね、見えるから、僕は FX めっちゃ好きなんですよと。で、その人はバックパッカーで、FX でバックパッカーして、その FX で稼ぎながらね、バックパッカーするみたいなのやってて、面白い人だったんですけど、タメですよ。うん。そう。 まあ、FX をどう捉えるかですね僕は人として捉えますね、FX を。大衆心理っていう。まあいろんな分析方法あると思うんで、僕は大衆心理分析みたいなね、勝手に作りますけどね。<laughs> うん、はい。ということで、いってらっしゃい。